カンボジア大使時代に、ジェフリー・ポールソン米海軍大佐から軍防を送られる、黒木正文黒木正文は、日本の外交官、国際公務員、中セルビア特命全権大使、外務省参与等を経て、アジア海賊対策地域協力協定情報共有、センター事務局長、宮崎県出身、ラサール中学校、高等学校を経て、一橋大学法学部を卒業し、 1974年4月外務省に入省する。外務省では、対外経済協力部門を歩み、経済協力局調査計画課長、経済協力局審議官等を経て、平成14年8月より、経済産業省大臣官房審議官を務めた。独立行政法人国際協力機構理事件。 財団法人日本国際協力システム理事を経て、2009年8月26日から2013年2月23日まで、カンボジア中察特命全権大使。2013年セルビア中察特命全権大使兼、モンテネクロ中察特命全権大使。2015年7月外務省、参与、2016年4月アジア、海賊対策地域協力協定情報共有。 センター事務局長。歴代大使、在韓ボジア日本国大使館大使館案内、2011年3月28日閲覧、アジア海賊対策地域協力協定情報共有、センター実機事務局長の任命外務省、ありがとうございます。